梨県身延町にやってきました。身延饅頭を食べます。一度とこテント村に来たんでテントを設営していこうと思います。あ、うまい。1500円ぐらいしましたね。壁にもたれかかって座ってましたね。インターマイデを購入しました。Hey guys、 皆さんこんにちは、イッチです。ということで、今回は山梨県身延町にやってきました。身延町といえばね、もうあのアニメしか浮かばないと思います。シーズン3の放送が決定したゆるキャンの聖地巡礼をしていきます。1年前にも訪れたんですけど、今日は港湾キャンプ場の方に一泊して聖地巡礼していこうと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということでまず身延駅周辺をね巡礼していきましょう。結構駅の周りにいろいろ聖地がもう固まってるんで、駅からすぐの場所にありますね。あそこら辺にね、身延饅頭とかも売ってるんで、あっちを行きましょう。こちらの場所はね、ゆるキャンのグッズとかお酒が置いてあるんで、身延駅に立ち寄ったらこちらにも、ね、立ち寄ってみてください。あそこに見えるのがね、シマリンのバイクですね。道路挟んだ正面にはこちらの栄翔堂ですね。身延饅頭が売ってるお店です。せっかくなんでね、買いに行きましょう。クルのメンバーの3人が座ってた場所ですね。前はね、富士川が流れて眺めが良くてね、いいんですよね。川を眺めながら身延饅頭を食べます。いただきます。うん、美味しいです。キービジで斉藤さんが犬を散歩した時の場面かな。そこに見えるのが身延橋で、身延橋渡ってきてからの映像ですね。なでしこがバイトをしていた郵便局の方に向かいます。ここはなでしこが働いてた郵便局ですね。そこになでしこのパネルあります。こちらで食事を食べようと思います。山梨県の郷土料理ほうとうを食べました。麺はつるっとして食べやすく、野菜も具沢山、スープも美味しかったです。今からキャンプの食料を調達しに葵の働いたセルバに向かって行きます。葵が働いたセルバに到着しました。キャンプの材料買いに行きます。ちなみに千秋が働いてたバイト先はシャトレーゼに変わっちゃったんですよ。ちょっと残念です。キャンプで作る食材を買っています。買った具材を見ると何を作るかは分かりそうですが、ちなみに店内にはゆるキャンのコーナーが設置されていて、グッズなども購入できます。近くには葵と記念撮影ができるフォトスポットもありました。今日の食材をとりあえず買いました。今日の夜の食材を調達したんで、今から本栖高校のモデルになった学校の方に向かっていきます。ということで学校に着いたんで、今からここら辺を散策していきます。すぐそこにラッキードリンクありますね。車で来るときはこちらの乗降員で無料で止められそうなんでね、こちらに止めてください。あれだ、看板がありました。この坂がモデルですね。学校の中とかはモデルではないらしいですね。うわ、でも一度高坂登ってる上からの景色はこんな感じで広々と見渡せますね。そこが旧下部小学校中学校ですね。現在はもう閉校になってるんですけど、定期的にそこのグラウンドでイベントとかも行われてるらしいですね。校舎内はできないですけど、校舎外はね散策できるそうなんで、そこにパネルありますね。ここから下ってきたこちらの道が下校支援で登場してきた道ですね。すぐそこに郵便局があるんで、今りんちゃんの家のモデルになった場所に向かってます。ここまっすぐそのまま進んでいくと右側に見えてくるんで、そこだけ見ていきましょう。正面に見えるのがりんちゃんの家のモデルですね。ドラマで使われた場所かな。実際のアニメは聖地の場所はちょっと違うらしいんですけど、ここはドラマのモデルになった場所です。はい、ということで皆さんもぜひね、こちらのりんちゃんの家のモデルになった場所を訪れてみてください。学校からすぐ近いんで、ね、来たら訪れてみてください。
ということで、大雨キャンプ場に向かっていきます。はい、ということで港湾キャンプ場に到着しました。ちょっと雲隠れちゃってるんですけど、一応後ろに富士山見えますね。港湾キャンプ場の周辺をね、今から散策しようと思います。はい、ということで散策していきましょう。すぐそこに見えるのがなでしこが寝ていたトイレですね。だいぶここ寒いんでね、絶対に寝たら体冷やしますし風邪ひきますよ。ここがセントラルロッジですね。作中でも出てきた場所です。本当は港湾キャンプ場でキャンプの予定だったんですけど、休日ということもあって予約でいっぱいでした。なので3キロ離れた第二キャンプ場でキャンプをしてきました。ということで今こちらのテント村に来たんで、テントを設営していこうと思います。はい、ということでテント設営していきましょう。今回はね、友人とキャンプに来たんですけど、どちらともそこまでねキャンプ経験がある方ではなかったんで、テント設営結構手こずりました。次はね、鍋を作っていきましょうか。今日は担々餃子鍋を作っていきます。毎度おなじみですね。前回のふもとっぱらキャンプ場でも作った担々餃子鍋を作っていきます。作り方も非常にシンプルで、切った野菜を鍋にぶち込んでいくだけです。冬シーズンなんでね、これからキャンプに行かれる方はね、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。そして前回とは違って、今回はこちらの休まるだしを入れてみました。概要欄の方に詳しく記載しているので、気になった方はチェックしてみてください。最後にプチッと鍋の素を入れて煮込んでいきます。美味しそうですね。ということでキャンプ飯の担々餃子鍋です。不格好ですけどね、まあ、ちょっと今日はこんな感じにしましょう。はい、餃子鍋とご飯とあれです。至福。いや、エモいっすね。いただきます。えい、鍋です。あ、うまい。うん、いや、たまりますわ。うまいっすわ。そして米。キャンプ場で食べるご飯って家で作るのと大して変わらないのに、なんでこんなに美味しいんですかね。ご飯がめちゃくちゃうまかったです。プチッと鍋入れてますけど、さっき入れたあの出汁もね相まっていい感じにね、美味しさが出てますね。これは美味しいですね。うまい。そしてビールです。テント設営とか結構準備が大変なんですけど、ぜひ皆さんもね、キャンプ一度は行ってみてください。1日目の巡礼が終わったんで寝ます。おやすみなさい。おはようございます。ゆるキャン巡礼、2日目です。今日の予定はまず今から朝食を作って、まあ、その後ここのキャンプ場をチェックアウトして、その後甲府の方の笛吹川フルーツ公園とほったらかし温泉の方で巡っていこうと思います。朝のコーヒーが完成しました。ゆるキャンで言ったら忘れちゃいけないのがね、こちらのカレーヌードルですね。これ1500円ぐらいしましたね。嘘です。まあこれはね、ちょっと朝のご飯と、あとはそこにパンとかあるんでね、それを焼いていきます。こんな感じの朝食です。ちょっと焦げてますけどね、キャンプだからね、それもありでしょう。いただきます。紅葉が綺麗です。めちゃくちゃいい景色が見れてます。朝からチェックアウト前に港湾キャンプ場のサイト内を見に行こうと思います。おー、いい。笛吹川フルーツ公園に向かっていきます。はい、ということで笛吹川フルーツ公園に到着しました。聖地はそこら辺なんですよね。今日雲かかっちゃってるんで、あんまり遠くまで見えないと思うんですけど、奥まで見えればよかったんですけど、ちょっと雲とかかかっちゃって、なかなかね綺麗には見渡せないっすね。ここら辺にね、2人か葵と千秋が座ってた場所かな。こんな感じでね、壁にもたれかかって座ってましたね。この後ろの画角とかは一度は高いですよね。そこがね、なでしこが夜夜景を見てた景色ですね。
全然雲が霞んでるんで、あんまり絶景とは言えないですね。ほったらかし温泉に来ました。温泉にね入ってゆっくりしていきます。目玉揚げを購入しました。美味しそう。はい、ということでほったらかし温泉入ってきました。めちゃくちゃ気持ちよかったです。眺めはねちょっと雲かかっちゃってて遠くまでは見れなかったんですけど、結構いい景色が見れると思うんで、ぜひゆるキャンの巡礼で来たらほったらかし温泉皆さんも入ってみてください。それじゃあね、最後ご飯を食ってね巡礼を終わろうと思うんで、またご飯食べに行きます。はい、ということで富士吉にやってきました。ここはねなでしことなでしこの姉がエビ天丼を食べに来たお店ですね。今からエビ天丼食べに行ってきます。以上がゆるキャンの聖地巡礼でした。身延町全体の聖地をね回れたんでね、これからゆるキャンの聖地巡礼される方は参考にしてみてください。シーズン3も来年始まるんで、この機会にぜひゆるキャンの聖地巡礼してみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you.